はいさーい、長崎の五島列島から戻ってきました。はい。そしてね、持ち帰った魚なんですけど、はい、こちらまず小魚ですね。小魚なのこれ。五島列島で釣れた一番小さい魚です、まずは小さい魚ってこれで、ね、まあまあいいサイズなんだから。こちらが県外でしか釣れないイサキ、うん、で、こっちが見栄えですね、うん、おっけー、初めて沖縄では釣れない魚みたいです。あー、見栄えゲットですね。ハタ、今回、ウロコを取らずに美味しくいただける方法を発見しました。鱗を取る意味が分かりません。何それ。これを使えばもうすぐパパってね、その、もう今回はゴッドシンでやるんですから、オペ回収です。神様がオペするって人間にしかないですけど。はい、大丈夫ですか。はい、じゃあまずは鱗、こう、取らないんだよね。取らないんだよね。取りそうなってことだね。一瞬取りそうなったね。内臓の方取ります。あ、お腹。沖縄でなかなか釣れないからね、本当に嬉しかったんだよ。嬉しかった、嬉しかった。まあ引きよりもね、やっぱり釣ったことない魚を釣るってことがやっぱ嬉しいですね。それが嬉しかったね。釣り上げた時、何これってなるだろうな。何これってなった。よし、あ、鳥だ。こっそり行きましょう。ゴッドハンドですか、ほら。ゴッドハンドって言われるのは結構地味ですよね。ゴッドハンド勢いつきすぎたんですけど、ちょっと身がね、顎が外れてる。解凍する時、ちょっとお湯ってなかったですか。若干お湯ってた、なんか湯気出てたような気がする。水で解凍してって言ったのに若干火通ってる。若干火通ってるんだ。若干白いよね。だから刺身できないですよ、もうこの時点で。はい、次はこちら、はい、背びれの方をハサミで切っていきます。背びれの方はね、食べきれないんで、まあ、下処理は OK です。いつくりですね。ストップって言ってよ。ストップ、ストップ、ストップって言ってよって言ったよ。ストップって自分で決めてください。ちょっと甘かったかな、まだもうちょい。自分でストップ決めてください。ストップです。自分でも言うんだ。はい、180、あと10分も取れなかったですね。入れます。で、20追加ですね。これで200です。180の意味はどこに行ったの。卵の卵白の方だけ使います。待って、ここに入れたらこぼれるでしょ、絶対。いいよ。おお、すごい綺麗に取れた。卵白取り切ってるってんですよ、これ。で、2個入れます。で、塩も8回転ですね、これ。伝わるか、これ。塩8回転って料理番組で勝手に切れたからね。8回転って。これはあおさって言って、沖縄の方言ではあーさって言われてますね。はい、そうですね、これね。はい、こちら混ぜていきます。これちっこいな、もっと大きいのがよかったわ。クッキーみたいになるってこと、これ。オーマイガー。はい、や、これ、たも、少なくない。邪魔、卵、3つ。あい、袖めくるの忘れた。膝まで行きたいな。膝じゃないわ。膝膝か。これを混ぜていくと、こねていくもん。これをこね倒す。お、浜ちゃん登場ですね。よし、あとはもうオッケーですね。あ、こんなもんでいいですか。うん、これをさらに乗っていく。ゴロゴロみたいなやつないの。ゴロゴロも使うよ、まずは。あ、これでやると、うん、もうこうか。折れるの早いね。これちっちゃいな。きっちゃん料理珍しいですね。たまにはゴッドシンしようかなって。以上、今のところゴッドシン感ゼロだけど。で、今回はゼウスさんから教えてもらいましたね、これ。地味な料理作るの結構な。和食なんだ、ゼウスさん。ゼウスさんがちょうど日本にハマってた時ですね、これ。飛行機乗ってきたんですか。神様の飛行機なんですよ、氷。ピザ生地みたいだね、本当に。そう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 、ピザ生地みたいに形整えて、皿のラップ、これで、はい、10分、12秒ぐらい置いておきます。12秒は何の意味があるのかなっていう。旨味ですね。旨味成分のちょうど10分、12秒がいいって言われてるんですよ。あ、そうなんだ。8、9、10、OK です。本当に数えてたかな。これを約3分の1です、はい、切っちゃう。切れます。何すんのこれ、伸ばして靴の中に入れるんですよ。今じゃあ靴に入りそうだけど。捨てるです。捨てる。もう意味わかんない。やっぱこれは捨てるやつです。これ普通に食うと思ったんだけど、これ魚と一緒に何かして、普通の一般ピーポーは食うだろうな。ゼウスはこれを食わないと。食う意味がわからんって言ってましたね。あと半分はどうするんですか。これも同じように、あ、作るんだ。で、ハロウキさん、これ何を作ってると思いますか。これ食べないんでしょ。食べません。これ食べないんだよね、今のまあ。包むとか。じゃあこれは外すのが正解だと思うんですけど、その辺どうですか。包むはちょっと禁止だったのかな。禁止は包むってことね。うん、置きます。で、かぶせます。ニシンのパイっていうのがあったよね、どっかの国に。ニシンのパイってどういった感じなんですか。うん、何、パイの中にニシンをそのまま突っ込むみたいな。
パイのガニ。パイのガニ。あ、美味しそうですね、それね。食べたことあるんですか？うん、ある。ある。で、どんな感じだったんですか？美味しかった。はい、美味しかった、ね。美味しかったけど。美味しっすね。そんな広がらん。そんな広がらん。またっすね、ラドさん。いやー、悩ましいですね。誰も食いつかないし、そんな盛り上がらないっていう。前半後半だったら後半見ないやつ。OK です。完成。完成？もう塩焼きと一緒。旨味を閉じ込める系だ。旨味の刑務所ができてますから。チームシート。設計がね、ごちゃ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 してる。片付けないよ。これを。はい。大丈夫、大丈夫、見てないけど。下向いて。よし、待って待って置いてけぼれになってるのもあるんですけど、私、取れたんで、もう取れたんですね、はい、取れちゃったんだ、閉じ込めよう。あ、じゃあもう、がっちり閉じ込められましたね、これで。多分あれだと寒いと思うんだよ、魚も。あ、惜しい。こたつから汗が出るみたいな。あ、こたつ入ってて、足寒いでしょ、つってバーンってそういうシチュエーションはなかなかない上から、オリーブオイルを塗ります。オッケー、これでオーブンです。はい、はい、次です。はい、完成です。いきます、こちら。おーおー、めっちゃ、おー、焼き色が美味しそうだよ。あー、美味しそう。クッキーみたい、焼き色が。で、これを取るだけで鱗も取れるんですよ。マジで言ってるか。あ、そうなの。これはね、味噌汁作りましょうね。味噌汁。はい、味噌汁。やっぱ身がいいだからね、旗だから味噌汁の方がいいのかなみたいな。ああ、取れないね。これは手で取りましょう。ヒューマンフィンガーで切っていきます。ゴッドシーンとヒューマン。ヒューマン今回時空を超えた。時空超えてる。誰も求めてないだろうな。ああ、いい出汁出そうですね。これいい出汁出ますよ、確実に。ハイサイはね、あの出歯を使わないっていう縛りがありますから、なぜか。なぜかみんな出歯買わないよね。なんでも今度買いに行くか。これちょっと湧いてるんですけどね。油がもう浮いてますね、完全に。あ、本当だ、浮いてる、すげえ。かまして。うわ、見て、油すごい出てる。汁すご。え、ヒューマン見て、ほら、ほら。ヒューマン。ヒューマンだろ。これで、鱗が全部ついてるんですよ。うん。なので、さあ、どうぞ。これを取るだけで。パイみたいだな。さあ、ゴッドシーン。おぉすごい。すげえ。神様もすげえって言ってる。すげえ。神の力で、皮まで壊さすか。おー、すげー。ほら、全部これ鱗見てよ。ほんとだ、ほんとだ、すごい。へぇ、奥さん、これキッチン汚さずに魚が料理できます、これだったら。すごいっすね、喜んでください。しかも、もう味もついてるっすよ。え、あ、これの、うん、こんぐらいかな。目分量でいけるんですか、やっぱり料理。やっぱ行くね、目分量で生きてきたよ、今まで。目分量でこの体作ってきたから。まあ、ブヨブヨだし。足食うたですもんね。うん、心配なんですけど、沖縄の料理は味クーターなんですよ。味クーターっていうのは味が濃いって意味なんですけど、そうですね、なんか知らんけどね、味濃いんですよね、沖縄の料理って。酒飲みだからですかね。あ、多分それだと思う。辛党だから。うん、そうそうそう。酒飲んでる人が作る料理と酒飲まない人の料理比べたら分かるんですけど、大体薄いんですよね、酒飲まない人は。全然違う、味付けの仕方が。だから沖縄では俺の方が支持されてるかもしれない、うん、酒飲みが多いから。でも県外行くと通用しない可能性がビレゾンですね。46都道府県に嫌われるっていう。それありなんですか。相当ちょっと、もうだから沖縄から出られないんですよ。就職先が見つからない。出汁を出しつつ、じゃあこれちぎっていきます。アーサーは好きですか、皆さんは。好きです、僕は好きですよ。どんぐらい好きなんですか。わかめよりは好きだな。わかめ以上何以下なんですか。じゃあわかめ以上昆布未満。あ、昆布の方が好きなんですか。じゃあゲームとアーサーどっちが好きですか。ゲームとゲームかな。ゲームが好きなんですか。これやっこだと思うんですよね、最終的に。包丁で引いちゃうとね、指が切れちゃうんでね、押すだけでは包丁切れないんですよ。真空波動拳。ちょっと、はい、出汁が出るまで待ちましょう。これは今日沸騰させないように。はい、じゃあこちらノッコスみたいな、なんか岩塩とかいろいろ葉っぱみたいなの入ってるんですよ。マジックスロケみたいな。おっ、おっ、急におしゃれ。あ、急におしゃれ。あ、急におしゃれだった。うん、いいね。急におしゃれだね。こんな感じでね、ほんとはここに葉っぱとか置いたらおしゃれだけど、うん、これね、捨てる部分なんですけど、一応食えるんですよ。しょっぱい、しょっぱい、はい、めっちゃしょっぱい、うん、もうちょい味見したんすよ。足りないですか。足りねえっすね、全然足りてない。味見をしないやつは料理人じゃねえ。味見で調節していかないと、やっぱり
料理はもう基本的に薄味から仕上げていくのが基本ですね。濃くなって水足してもなかなか味変わらないんですよね、うん、すごいなヒューマン、うん、ヒューマンすごいな、ヒューマンまたその設定やります、ね、その設定は多分自分の首をどんどん締めていくから、ね、後々動画でめんどくさくなってやらなくなるのが面白いこれで味付けバッチリなのが最高だね。最高だよ、俺の手にかかってるわけね、その味付けが。趣味の料理人ですから、うん、趣味の料理久しぶりに聞いたな。最終チェック入りました。ごめんなさい、いいですか。これね、結局本出しで落ち着くんですよね。なんでもない。味は本出しで落ち着くって言われてるんですからね。油めっちゃすごいもん。オッケー、バッチリ出ました。はい、スーパーもね、ちょっと時間差で長崎から帰ってきました。はい、ただいまースーパーが来たというので、もう食べていきますか。はい、じゃあ食べましょう。このイサキの塩焼きなんですけど、うん、このポン酢につけてから食べてください、うん、この上に浮いてるやつは一体何ですか、これは。鶏、これは、葉っぱ。葉っぱ、葉っぱ。これ、具体的には何か言えないけど、一応葉っぱっていうことでね。とりあえず食べていきますか。みんなで食べていきますか。はい、この辺、おぉー、ちゃった。もうすいません、会心の時期でしたね、これね。ブレてなったな。はい、うわ、すごい、はい、分厚っ。じゃあ何もつけずに、はい、うん、うまっ。うまっ。うん、味ついてる。ジューシー。味ついてる。ジューシー。魚汁すごい出るな。塩味もなんか染み込んでて。染み込んでるね。スーパーも食べて。スーパーも食べて。ほんて美味しいでしょ。沖縄の魚には申し訳ないですね、これね。全然食べれますね、うん、おー、コーティングしたから、うん、あの旨味が全然逃げてないんですよ、うん、で、あの油もしっかりあの閉じ込められてて、ジューシー。ポン酢でまたあっさりみたいな油も落ちて、うま、ん、みの2段階うさついてるって一気に変わる。だからご飯と一緒に食いたいな、これ。もち、うん、癖が全然ない。癖、本当に強調が全然ない。癖なくすのが大変だった、一番。あ、そうなんですか、その、あ、そうなんですか、うん、あったんすか。あった、最初あったよ。あったんだ、うんうん、どこでなくしたんですか、これ。ここの筋肉この筋肉を使って何とかここと臭みを吸収したんだ。じゃあ今ひっちゃんここ臭いんだ。ちょっと体の中吸収した臭いもうヒグマさんが作ったんですよ。ヒグマさん、うん、うん、上品な味。味噌汁はですね、あの人間が出るんですよ、人間味が一番。これは俺の心を表してるんですよ。生後2ヶ月のタケシが見えてきましたね。何ちょっとタイムセーブして力をもちょっと出ちゃいましたね、うんうん、いっちゃっていいですか。おぉ、すげぇ。綺麗が、綺麗にいった。さすが、上手。これやばいね。これやるな。見せどころ作れましたよ。そう、一気にひっくり返すだけで4年ぶりに今活躍しましたね。今まで動画出てきて最初の段階じゃん、4年前って。4年前のいつなのかっていう、その活躍した時は。今日は何作るの。何そのキャラ。いきなりすぎてとかびっくり。よし、 NHK でちょっと何作るの。今日はゴヤチャンプルを。ゴヤチャンプル、ゴヤチャンプル。魚嫌いツーバーが俺箸を伸ばして食べてるわけですからね。久々に食べれる魚嫌いしました。さっきうまい、うん、びっくりするから美味しかった。美味しかった。全然臭みもないしね。内地の魚、内地の魚で本当に美味しい。美味しい、うん、うまいっすね。油が適度に乗ってるっていうか、沖縄の魚食べれなくなるな、うん、沖縄の魚も美味しいですけどね、うんうん、あ、完食。はい、これじゃあ地道に食っていきましょう。はい、はい、じゃあ本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。キリッレイ、今日は動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった忘年会。忘年会。コメント欄で叩かれて半泣きした金さん。金さん。カヤックの時サメを見つけて震えた両足。両足。右をクリックするとチャンネル登録。チャンネル登録。左をクリックすると関連動画。関連動画。よろしくお願いします。よろしくお願いします。